たの？そんなに私のこと見て。アリカちゃん、優しい子なんだね。少しお話聞いたの。なんでルール破るのか。アリカちゃんにも、アリカちゃんなりの考えがあってのことだったんだね。ちょっと羨ましいなって思っちゃった。シュン君にあんなに積極的にできるの。私なんて服の袖をつかむので精一杯だったし。でも、やっぱりルールがある以上、ダメなものはダメ、だよね。ちゃんとした手続きを踏んでお付き合いに発展させないと。ああ、そうじゃなくて、なんか頑張らないとっていうか、やんなきゃみたいな感じ？そうです。自分を追い込んでる感って昨日話した時に感じたっていうか。だってあんなに迷うんですよ。くっつくかくっつかないかで。心から男女別にした方がいいって思ってるなら迷わないじゃないですか。私のこと見てるからどうしたのかなって思って。うん、何か聞きたいことでもあるの？あのね、アリカちゃんと話してて気づいたことがあるの。私がこの活動を自分でやりたいって思ってるのか、そうじゃないのか。私が監査部に入ってるのは前にも話したよね。私がやるべきだって思ってやってるの。それが正しいってずっと思ってたし、今でも思ってる。だけど、でもね、アリカちゃんがシュン君とくっついてるの見てると、いいなって思ってるの。何にも気にせずに楽しくしてるのが、私もやってみたいなって。ただそれをしちゃったらルールを破ることになっちゃう。私が正しいって思ってたこと自分で破っちゃう。多分それが恋愛に近い何かなんだろうなって思ってるんだけどね。でも私これ以上はどうしたらいいかわからなくて。いつもシュン君と一緒に何かしようとしてるけど、結局距離があって何もできなくて。シュン君のこと困らせてばっかりだし、どうしたらいいのかな。それじゃあとりあえず今ある分の申請書一緒に見ていこう。わからないけど多分すぐ終わるよ。作ってきたお弁当を交換して食べるくらい親密な関係になっています。作ってきたものを交換。
食べさ、隠し味に。隠し味に唾液はダメだよ。先輩とご飯食べるって約束しましたし、朝行ったじゃないですか。ママ、そう固いこと言わずに。避けるの上手くなってきましたね。司先輩と話してるとき、あたしの言葉使ってくれましたよね。あれ地味に嬉しかったです。なんか先輩に受け入れてもらった気がして。ついさっき、放課後、部室で司先輩と話してたじゃないですか。廊下で聞いちゃってました。あたしのこと鬱陶しそうにしても、ちゃんと話聞いててくれたんですね。マジ感激っすよ。なんだかんだ言っても、あたしのこと気になってたんですね。いやー、嬉しいですよ、先輩。お礼しますよ。何がいいですか？またまた。それはそばにいてほしいってことですよね。遊びに行きましょうよ。じゃあうちでご飯食べます？学校終わってそのまま帰ったらつまんないじゃないですか。まあでもいいです。先輩が私に興味あるってのが分かったんで。ここ最近で一番大きい収穫ってやつです。これで先輩の家に直接遊びに行ったって大丈夫なわけですからね。あの公園の近くってことは分かりましたから。来てほしいってことですか？それなら、これにも慣れていきましょう。